イーグルは世界初の島型環境を備えたイギリス海軍の航空母艦。艦名はワシにちなんで名付けられた。地理海軍向けにイギリスで建造していた戦艦アルミランテ国連を第一次世界大戦時にイギリス海軍が買収、空母に改造した軍艦である。イーグルはちょうど旧戦艦から空母に改造された最初期の航空母艦である。 設計年次が古いために航空機運用にそぐわない要素も残っていたが、これらは本館の設計時期を考えればいた仕方のないものであった。これは航空母艦を軽巡洋艦的な任務にも対応させようとの各国共通の設計思想によるものであった。初期の空母は飛行甲板の他に障害物が何もないフラッシュデッキ型と 原則に環境と煙突をまとめたアイランド型に、対別できる。イーグルは島型環境の講師であり、本館より後に、空母改造工事が始まったアメリカ海軍の、歴ントン級航空母艦や、フランス海軍の航空母艦、ベアルンなどに影響を与えた。1930年代に取られたイーグル。原則に配置する15.2センチメートル砲に、注目。 戦艦として完成した姉妹艦のアルミランテ・ラトーレ。第一次大戦中はイギリス海軍においてカナダとして収益していた。イーグルはもともとチリ海軍向けにイギリスで建造中だったアルミランテ・ラトーレ、急戦艦の2番艦アルミランテ国連であった。戦隊形状はアイアンデューク級と同じく単戦主導型戦隊で、 船体サイズは手法に 35.6cm を採用したためにアイアンリューク9よりも船体長を約 11.4m 伸ばし、全長は 201m となった。これは当時のグランドフリートの戦艦では最長のエジンコートの 204.7m に次いで長かった。艦首形状は1910年代のイギリス式設計の特徴である。 監視浮力を稼ぐための推薦下部を全方向に競り出した形状となっていた。本来は主砲等を配置したであろう。最上甲板上には幾多の支柱を立て、その上に飛行甲板を配置した。監視側の支柱はしのげなみ性を良好とするために、元の監視構造を延長して、飛行甲板の全部と接続するように成形された。 最上甲板上に 15.2cm、単素速射砲が支柱と支柱の間を埋めるように吸気が配置された。飛行甲板上には既存のイギリス航空母艦にはなかった上部構造物が設けられた。その形状は飛行甲板のスペースを阻害しないよう上面から見て長方形に設計され、これを船体中央部の右側に集中配置した。 上部構造物の最前部に環境が配置し、その上に、巡洋戦艦、フッドのものに似た三脚型の全部マストが建てられた。頂上部には、射撃方位板室を乗せた箱型の見張り書が設けられ、その下に、即居儀を、片毛に一基ずつ、計二基を配置した。全部マストの後方に日本煙突が立ち、煙突の断面は日本とも小判型であった。 二番煙突の後部に簡素な短脚式の後部マストが建てられた。この上部構造物の長さ、幅は39.6メートル5.5メートルにもなり、飛行甲板スペースの約20%を占める巨大な構造となった。上部構造物の後方には水蒸気を運用するためのクレーン1機が配置した。飛行甲板の直下には高さ6.2メートルの 格納庫が設けられたが、格納庫は原則に配置された 15.2cm 方に挟まれて狭められ、飛行甲板サイズに比較して約6割の面積しか取れなかった。情報方向から見たイーグル。監視側の十字型のエレベーターに注目。右洋曲折を経て完成した本館の飛行甲板長は縦 198.7m 幅 29m。2機のエレベーターを 飛行乾板の前後に一機ずつ設けた。このエレベーターは前後で形が違っており、後部のものは普通に四角形だが、全部のものは飛行機の形に合わせて十字架型をしており、設計の元になったフューリアスの名残と言える。イギリス海軍は後にハーミーズ、グローリアス級にも引き続き採用しており、同海軍独自の利点があったと思われる。他国では、 イタリア海軍の客船回送空母のスパルビエロも同様の形を採用した。巡航直後の着艦装置は前後エレベータ間に工作縦張り式の着艦制度装置を装備していたが、後にフランスの空母ベアルンの使用実績を踏まえて1926年に撤去後、1933年に工作5本の横張り方式に改装した。 乾板の下には2層式の格納庫が設けられていたが、搭載機数は、アーガスと変わらない21機であった。仮収益時の島型環境の構成は、大筒型の構造物の上に、箱型の環境に一本煙突で後部に、棒型のクレーンであったが、竣工後に、環境は三脚小型に、煙突はボイラーを石炭根召喚から、重油線召喚にしたことに伴い、 日本煙突にクレーンは複雑な形状を大型クレーンに改められた。他に復元性向上のためにバルジが追加された。元が低速な戦艦であったが第二次世界大戦中も一戦に止まっていた。全長の長い戦隊形状で飛行艦班長を長く取れたために後の航空機の発達に伴う滑走距離の増加にもある。 程度対応できたのがその理由であるが、当時のイギリス海軍の艦載機の主流が、離艦距離の短い服用機だったことも一因である。主武装の 15.2cm 単装砲は、飛行艦板直下種艦板の艦種から格納庫、前端部に左右一機ずつ、全部エレベーター左右に一機ずつ、格納庫後端部左右に一機ずつ、艦尾部に三角配置で三機ずつの、軽で、 全方向に2門、左右方向に5門、完備方向に、最大5門が施行できた。副武装の 10.2cm 単装広角砲は、環境前の甲板端に2機、日本煙突の間に1機、水ん基部に1機、クレーン下部に1機だった。他に近接火器として 4.7cm、単装広角砲4機と 12.7cm、単装機銃12丁。そして、 対艦攻撃用に 53.3cm、魚雷発射艦を水戦下に2門装備した。竣工後の1941年11月に、キャメルレアード社にて 10.2cm 広角砲の内煙突艦の1機を撤去して4機となり、機関砲と機銃数を強化した。これに付随して、対空式装置は285型射撃式装置に更新された。 防御力は、戦艦から改装された空母らしく、同時代に、最初から空母として建造された、正規空母の3隻よりも強靭な防御力を持っていた。原則防御は、中央部で 114mm、前後端部で 25mm と、軽巡洋艦の手法に対しては十分であり、飛行艦板にも 38mm の装甲を、 張っている他に戦艦としての主艦パンに1 0 2ト、mm、ルの装甲を持っていた。しかし主武装の1 5 2トル炭素砲の防御は簡素で波よけのカバーに2 5ト、mm、ルの装甲を施しただけである。イーグルの機関構成は戦艦時代はヤーロー式石炭重油混焼重油戦沙水艦艦21機の設計であったが航空母艦化による 主力強化のため燃料は重油のみとなり、ボイラー数も32機と増大した。タービン構成は、変わりなく、ブラウンカーチス式直結タービン4機の構成で4、軸推進で、最大タービン室は3室並列配置で、左右の機械室に高速用の衝動型直結タービンが設置され、前進用タービンと後進用タービンを1機ずつで1つの直結タービンとして、 左右の外側軸を推進した。中央室には低速、巡航用の反動型直結タービンを、前進用タービンと後進用タービンと、別置きの複水機1機で、低速用タービンの構成で、これを並列2機で、内側軸を推進した。航空母艦として試験中はまだボイラー2機で、運用していたために、煙突は1本であったが、 試験後に再びドックに戻されてボイラーすべてが搭載されて日本煙突となった。観光後の大やけ身において最大出力5万2100馬力で最大速力24.37ノット発揮したが、この時に高圧タービンで蒸気漏れが発生し、この出力で運用すれば機関損傷の恐れがあったために実用出力5万馬力に制限され、 速力24ノットで運用された。設計は、フューリアスやアーガスでの使用実績を踏まえて、大型の島型環境と全通式の飛行艦板を備えたものとした。しかし、改装工事に着工して間もなく、第一次世界大戦が終了したために工事は地帯し、1920年4月に未完成のまま収益した。その後、 地中海のシチリア島沖で発着艦運用試験を実施し、島型環境の有効性を再確認したイギリス海軍は同年11月に本港時に着工し、5年の歳月を経て1923年に竣工した。竣工後は欧州最新鋭の航空母艦として運用されていたが、1931年から1932年に、 通風装置の強化、居住区画の改善、船体後部の補強、対空兵装の強化、主艦の管装を行い、1933年には飛行艦艦情勢動作を横張り式にした。近代化改装後、空母、ハーミーズと交代で中国艦隊に編入された。1937年4月11日。 ジョージ6世大艦記念艦艦式に参加するため、イギリスに向かっていた日本海軍の従順洋艦、足柄がシンガポールに到着した時、その接班艦はイーグルであった。1939年9月、第二次世界大戦が勃発した。その後、イタリア王国と連合国の関係が悪化してくると、イーグルもノルウェー戦線へ派遣された、空母グローリアスの大艦を必要としていた。 地中海艦隊へと送られることになった。イーグルは1940年5月9日にコロンボを出港。悪天候のため一旦コロンボに戻ったが、再び出港して5月25日にはスウェズ運河に入り、5月27日にアレクサンドリアに到着して地中海艦隊に加わった。6月10日、イタリア王国はイギリスとフランスに戦線を布告し、 地中海戦線が形成された。イーグルも地中海攻防戦に参加する。6月11日、戦艦をオースパイとマレーヤなどと共に出撃。またパン岬の南まで進出した後、6月14日に帰島した。6月22日、マルタからアレクサンドリアへ向かう、戦団護衛などを目的とした。 B 級作戦実行のため戦艦ロイヤル、サブリン、ラミリーズ、第二駆逐軍と共に出撃。だが、海軍本部からの命令で、作戦延期となり、艦隊は6月23日に帰島した。6月28日、戦艦ロイヤル、サブリン、ラミリーズ、駆逐艦7隻と共に、戦団護衛のため出撃。 しかし、戦団の内マルタラカのものは、エスペロ戦団の戦いの結果出航延期となった。7月2日、アレクサンドリアに帰島した。1940年7月5日、イーグル搭載のソードフィッシュが飛ぶルクの港を攻撃して、イタリアの駆逐艦ゼフィーロを撃沈、エウロを撃破するなどの戦果を挙げた。7月7日から MA5 作戦に参加し、7月9日には、 カラブリア沖海戦に参加する。翌10日には、シチリア島のアウグスタ港を空母イーグル搭載の、ソードフィッシュ9機が攻撃、駆逐艦、レオーネ・パンカルドを来撃で沈めた。7月19日、スパダ・ミ沖海戦で損傷した、軽巡洋艦、ジョバンニデレバンデネーレが、リビア海方面に逃走した。イーグルは、イタリア軽巡の追跡を命じられて、発見できなかったが、 7月20日にトブルクを攻撃して、駆逐艦2隻を沈めた。7月27日に、イーグルは AS に戦断の護衛のため戦艦をオースパイと、マレーやラミリーズなどと共に出撃し、7月30日にアレクサンドリアに戻った。翌日、地中海西部で行われるマルタへの航空機輸送作戦から、敵の目を知らすため艦隊はまた出撃した。 8月22日には、イーグルの搭載機が、ボンバワンで、イタリアの潜水艦入り入れなどを撃沈した。8月29日、イーグルは、戦艦ウォースパイと、マレーヤなどと共に出撃。艦隊はまず、マルタへ向かう、MF2 戦団を護衛し、それから地中海艦隊への増援である空母、イラストリアス、戦艦バリアントなどと合流した。キロには、 ロドストー空襲が行われ、9月5日に艦隊はアレクサンドリアに着いた。9月30日、イーグルは戦艦ラミリーズ、マレーヤなどと共に、戦団護衛やイタリアの海上交通の妨害を目的として、クレタ島へ向かい、周辺を遊浴した後10月6日にアレクサンドリアに戻った。イーグルは1941年4月9日に駆逐艦エンカウンターと、 デコイに護衛されて、アレクサンドリアを出港し、4月10日に、護衛の駆逐艦と分かれて、スエズ運河に入り、同日、グレートビター湖に入った。運河内には、ドイツ軍の嫌いによって沈んだ船があり、強風のためその場所の通過が不可能であったため、イーグルは4月15日まで、グレートビター湖に泊まることになった。4月15日に無事障害物の場所を通過し、 ポートスウェズに到着した。そこで給油を受け、翌日にポートサイドを出港、単独で南へ向かい4月18日にポート集団沖に着いた。翌日イーグルは出港し、ポートサイドに展開していた搭載機のソードフィッシュを収容後さらに南へ向かい、4月21日にアデンに着いた。同日、従順洋艦コーンウォールと共にアデンを離れ、 イーグルとコーンウォールの2隻は4月26日にモンバサに到着した。U-73 の雷撃により横転するイーグル。1942年1月上旬、イーグルの修理と対空火力増強が完了した。2月下旬、本艦はジブラルタルを拠点とするイギリス海軍や一部隊に配備される。当時のマルタは、 ドイツ空軍とイタリア王立空軍の猛攻により孤立状態となって物資不足に悩まされ連合国軍は犠牲を払いながら増援輸送船団を送り込んでいたまたマルタの航空兵力も枯渇寸前であり航空母艦を活用したクラブランで戦闘機を補充していたイーグルは複数のクラブランに従事している最初に成功したイーグルの クラブランは3月7日のスポッター作戦で、スピットファイア15機をマルタに送り届けた。だが数日のうちに消耗してしまったという。また5月に実施された、バウリー作戦は、アメリカ海軍の空母アスプとの共同作戦であった。空母2隻からスピットファイア64機が発進し、4機が自己喪失、1機が空母へ引き返し、59機がマルタに進出した。 ついで同年8月のペデスタル作戦にも参加し、マルタ島への輸送船団護衛任務中の8月11日、アルゼー北方沖で、ドイツの潜水艦 U-73 から雷撃される。U-73 は、魚雷4本を発射、このうち3本が、イーグルの左舷機関区に命中した。光なりから8分後、イーグルは転覆して沈没した。 ありがとうございます。